そうか、車で行ったんやな。俺バイクで行ったもんやって、ずっと戻ったのに。見て、ナンバープレート。これのナンバープレート。足乗らしたんや。足は治らんね。ああ、一緒やね、俺と。うん。ほら、長崎や。そうそう。おお。ちょうど砂丘とかライコランドでイベントの主催者いや、僕主催じゃない。あ、そう、別の主催か。お兄さんの方が、うん、あ、そうなんや。あの長崎から6時間ちょっと、7時間ぐらいかかってた、うん、ですか。福岡からですけどね、スタートは、うん、でライコランドの福岡ってさ、マリナーシティ。そうです、マリナー。あそこにほら、親父の隠れ家ってあるんですよ。あー、ちょっとわかんない。あの、ガレージみたいな小屋を作ってる人、これは僕自身です。あ、中にありましたね。あったでしょ。はい。あの、工具とかいろいろ、ハーレーのとかあったでしょ。で、あの、ヨタハチとかなんか、なかったでしょ。ちょっと、そこまで見てなかった。マニアック。今から伊勢行こう。あ、伊勢。気合いやろ。僕はね、今から南信州。信州行くんか、今から。はい、南信州。お疲れ。キャンプしようって言ったら、もう借家があるから一泊3000円くらい。今回はこのライトが全然前乗りしたんですよ。それで、あの、マルフクって焼肉屋さんで、お城とか松林とか、今度海沿いを連れてくる。まあまあ気をつけて行ってください。はい、またお会いしましょう。また。はい、ありがとうございます。どうも。よろしく。明日また来ますんで。です。また明日もやってください。コルサを見ないと。そう、コルサ方の見るな。そうだ。ボムを見たいよ。こっち持ってこないと。バッグの中に入れてください。入って。あ、いいっすね。差し上げます。シートの下やね。うん、これだったら。後ろに入れちゃうか。ああ、大丈夫。うん。あと最初は最初どっかの休憩の時に。うん。うん、いやー、ラッキーっすね。ラッキー。何持ってるの？なるほど。特別に持ってきました。了解です。いや、あのエンジン音かけてもらえますか？ウォーカー君は慣れてるもんね、動画の撮影は。